しばし待たれよ。我が主君、徳川家康様の命は我らがお守り申す。神君伊賀越え、1582年、本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれる。信長と同盟関係にあった徳川家康も次に命を狙われることとなる。家康、人生最大の危機、危険な伊賀を越えて岡崎の地へ戻るため、家康は家臣服部半蔵に命を下す。わしは何としても行って岡崎城に戻らねばならぬ。我が民が待っておる。伊賀を越えるぞ。さあわしらを先導せよ。御意、この命にかけて家康様をお守りいたしまする。はっ、ここは我に。もう少しじゃ。共に生きて帰ろうぞ。はっ、ルシラをナルミ伊賀衆として取り立てようぞ。平成の世によみがえっては服部半蔵忍者隊として存分に手柄を立てよう。はっ、我ら服部半蔵忍者隊ここに推参。はっ。そしてわしが尾張鳴海の地、今の名古屋で取り立った忍びたちが今よみがえり、愛知の観光発信をしておる。愛知にはわし徳川家康を助けた忍者が実際におったのじゃ。お前たちがおらねば、その後の天下太平の世もなかった。この者たちの働きに大きな拍手をば。ありがとうさんじゃ。ん、主たちにもう一つ覚えて帰ってもらいたい言葉がある。忍者が一番大切にしていた心構え、人としての正しい心、精神である。今の世も同じじゃ。世のため、人のため、正しきことをいたす。うん、大事な言葉ゆえ、写真機にこれも共に収めて帰るがいい。わからくり機能用意してましょう。動作写真撮っておくれ。準備はできたか。5つ数えるでな。いざ参る。5つ、4つ、3つ、2つ、1つ、しまいじゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。みなしも会議であった。さあ半蔵、そして忍びの者たちよ、
精神にのっとり、我らの思いを、我らの覚悟を民に伝えよ。はっ。時は流れ、天下太平の世が来たる。されど苦しき日々は今なお続く。共に越えようぞ険しき山を、皆が笑って過ごすため、我ら服部半蔵忍者隊ここに推参。もう一度聞いてみようかの。わしらのことをこたび初めて見たよという方。あ、おーよけおる。初めましてじゃ。初めましてが多いですな、うん、ちなみにこの中で愛知県内から来たよというもの。どうじゃ。あら、多いの。おかしいの。わしら愛知県の観光 PR 隊のはずなのに、愛知県内のものが知らぬという。なぜ知らんの。不思議な、不思議な状況起きておりますよな。じゃの、ではやはり改めてもう一回のちゃんと説明させていただきます、うん、お願いいたすの。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は愛知県が推進しております武将観光をさらに盛り上げるために結成された愛知県の観光 PR 隊でございます。こたびはですな、5名、わしら服部半蔵忍者隊5名おるんじゃが、5名のうち2名の出陣にございます。自己紹介をさせていただきまする、うん、はっ。拙者、陽気者の三平じゃん。握手じゃん。そしてわしが、はっ、晴れ技の忍者。ありがとうござる。ありがとうさんじゃん。我ら服部半蔵忍者隊ここに推参。はぁ、ありがとうござります。嬉しいござるの。嬉しいござりますな。わしらのこともぜひ知ってお願いいたします。お願いいたします。そう、こたび来ておりまするな。幸せ幸せ。もうなんか見学したよというもの。あ、おりまするぞ。おりまするな。では逆にこれから見学するよというもの。どうじゃ。お、これからのものもおりまするな。おりまするな。いや、こたびはの、ほうほう、この館内わしらもチータばかし見せてもらったがの。そうですな。かっこよかったぞ。いや、なかなかでしたな。ほうじゃった、ほうじゃった。してのわしが一番びっくりしたのはの、ほう、南極の氷っちゅうのがござるんじゃ。南極の氷。さよさよさよ。その氷山みたいなの、こう四角く氷になっとるんじゃけど、その中になんと2万年前の空気が閉じ込められとるんじゃって。ゆえに2万年前、さよ、触ってみての、その昔の空気を感じてみてくださりませの。なんと溶けると、その2万年前の空気がふわっと閉じ込められたら、ふわっとの
それを閉じ込んでおるということだ。わしらの今450近くなんじゃけど。そうじゃな、わし2万年前到底かないませんな。そうじゃな、もうさよゆえにのぜひ触っていってほしいござります。そうですな。さよさよしての他にもこたびあちらで試着体験もあるじゃろ。試着体験でのあっちはのわしらでいうところの忍者飯。忍者飯、緊急用の飯じゃな。ほうほうほう。さよさよさよ、そういうものもおいたたりの。あとはアンケートに答えていただくと。アンケート、さよ船内もの乗務員さんがガイドしてくれるんじゃって。まことか。まことまこと。詳しくなるではないか。ほうじゃほうじゃ。ゆえにぜひ皆の言葉が出てこなくなった。どうしたじゃ。ゆえに堪能してほしいと。そういうわけにございます。そういうことじゃな。もうさよさよ、言葉にできないぐらい溢れてきそうだったんじゃな。わかるじゃろ、この高揚感の。そうじゃな、わかりますわかります。はしゃいだるんじゃな。ほうじゃほうじゃ。ゆえにのもう中見終わったけど、南極の氷触り忘れたよというものを利用したの。実はすぐそこでも触ることできるでの。ほうじゃほうじゃ。ぜひとも触ってから入っていただくのも一つにござりまするな。お願いいたします。お願いいたします、うん、さあでは、あ、誠に残念ながら我々もう退陣時間にござります。誠か、残念じゃ。ゆいに、うん、わしから一言言。ぜひ三平殿から一言お願いいたします。ありがとうござりまする。こたびはわしらの演舞を見ていただき誠にありがとうさんじゃった。ありがとうございます。さあ我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊はこれからも愛知県をより一層盛り上げるために日々精進してまいりまするゆえ、ぜひ応援の方よろしゅうお願いいたしまする。そして知らせ、ぜひともの堪能していただきとうございます。お願いいたします。もう隅々まで見ていくんじゃぞ。見てお願いいたします。さあでは我々は退陣いたしまする。この後もおもてなし等でわしらに会うかもしれませんゆえの、ぜひとも写真対応いたします。声をかけてくださりませ。それではまたどこかで会おうぞ。さらばじゃ。